ぬか電橋ぬか電橋は、埼玉県高野市ぬか電と引き群吉見町明秋の間で荒川に架かる埼玉県道76号高野市川島線の道路橋である。親柱川口から 62.8km の地点に架かる橋町 776.0m、総福院 10.75m、有効福院 9.75m、主十メ 80m の14。 警官校連続箱下駄橋の一等橋である。また、埼玉県の第二次緊急輸送道路に指定されている。右岸側は曲線下駄を有し、右に大きくカーブしながら、荒川最上流にある約1キロメートルにも及ぶ荒川横包である北、吉見横包の天馬に、左岸側は本田高架橋に接続されている。歩道は下流側のみに設置されている。 橋面は、車道側は1.5%、歩道側は2%の横断勾配が付けられている。上部校は、光合成箱ゲタ、三景間連続箱ゲタ及び光合成番桁タを組み合わせている。欄干は、右岸側において一部が水平方向に稼働できるようになっている。親柱は、甲野市側、吉見町側ともほぼ同一のデザインで、ボールで芸をする。 イルカのように見えるが、コウノスシ川は、ひな人形の起源である土偶を、吉見町川は安楽寺にある、野原市の虎を、抽象化したものである。2005年度の24時間あたりの交通量は5800台で、ある。ぬか伝橋が開通する以前は、ぬか伝の私とばれる、土線二層を有する施設の土線であった。また、土線上には1804年、この土線は、 昭和初期の荒川の改修により廃止された。昭和初期に新稼働が改作され、それにより、右岸側に分断された地区を結ぶために、稼働場にかけられた農耕橋が、ぬか伝橋の起源である。橋は船を7層並べ渡り板を敷いた船橋で、旧稼働と新稼働の分岐点上流側である、現在の永久橋と同じ場所にかけられていた。仮説は、 玉宮村の区長である、河野和一郎が仕切り、仮設にかかる費用は、左岸金坊に鎮座する、日川神社より借用して得た。橋は1932年4月29日開通し、渡り染め式が行われた。橋番は、周囲の4部落が交代で行い、年3から4回ほど掛け替えが行われ維持費がかさむ、ため、玉宮村より100円の資金援助を受けたが後に、 村管理となった。玉宮村は1954年に周辺町村と合併をすることとなり、その記念事業として1952年に約200メートル下流側の位置に130万円の公費をかけて木製の冠水橋であるぬか電乾水橋が新稼道場にかけられた。橋脚は鉄製で付近の旧陰橋や旧大足橋に似た構造となっていた。 橋町51.6メートル、福音3.3メートルで3トンの重量制限が実施されていた。道幅が狭いことから交互通行であった。開通当時は損道だったが後に剣道に編入されている。1965年9月17日に台風24号による洪水で流出した。 県は472万円の工事費をかけて1966年3月18日開通予定で復旧工事が進められた。橋は通行止めになりその間、仮橋が架けられた。この関水橋は現在の永久橋に架け替えの際に廃止となったが、取り付け道路は農道として現存する。現在の永久橋は1974年度を着工。 玄関道への世界地点のすぐ上流側の位置である、急遽の川上側の場所に、総事業費は42億円を投じて掛け替えられることとなった。同時に、橋の前後の未改修であった道路も合わせて改修が行われ、事業区間の総延長は橋も含め 3.7km にも及んだ。橋の親柱の費用は、両市長が負担した。 橋は1987年3月に竣工し、同年3月24日開通した。開通記念式は、雨天の中、24日10時30分より挙行され、県知事のほか、近隣自治体の関係者260名が出席した。11時頃より、畑知事、河野氏、東松山市長、吉見、吹上町長、 川里村長の6名によるテープカットが取り行われ、3組の3世代家族による渡り染めが行われた。ぬか電橋より望む荒川と武蔵水路の合流点。現在は武蔵水路が改修され、景観が大きく異なる。ぬか電橋付近より下流の荒い橋付近まで河川敷は右岸側に広く取られ、主に水田などの農地となっている。 右岸側にある横包みの下流側は、スーパー堤防上に設置され、河川区域内にもかかわらずそこに集落がある。元々は、現在の吉見総合運動公園の場所に目開き、村の集落があったが、昭和初期の河川改修の際に1932年から1933年にかけて、現在の場所に移転した。集落の周辺道路には小規模な立校もある。また、 下流側に河川改修前の荒川の河道跡が残り、その右岸沿いの自然堤防上には、下流のなり橋にかけての河川区域内に、未だに民家が数軒ほど存在する。また、上流側の河川区域には、半の木林が広がっている。広大な河川時期は、上流側は押切橋のあたりまで続いているが、これより、上流側には横包みは設けられていない。また、 毎年夏もしくは秋になると橋周辺の河川敷でギネス世界記録で認定された生四尺玉が目玉のコーノス花火大会が行われ見物客で賑わう。ありがとうございます。